N52BMW N52 エンジンとは、BMW の直列6気筒自然吸気、ガソリンエンジンの系列である。2004年に6シリーズの E63-630i 及び e 9 3 3 0 i に搭載され、N52 は2015年まで製造された。2007年に、世界のベストエンジンのベスト10に選出されている。 N52 エンジンは、直列6気筒、自然吸気、ポート噴射、ガソリンエンジンをすべて採用したエンジンであり、2019年、現在の BMW 社製自動車用エンジンにおいて、シルキー6と言われているフィーリングを堪能できる最後のエンジンである。軽量化のために革新的なマグネシウムとアルミニウムとの複合材料のクランクケースが採用された。BMW は、 水冷マグネシウム製クランクケースをマスプロダクションで初めて採用した会社である。この合金は水に対する耐腐食性が低く、高温下での使用にも適していない。このため、クランクケースは内張りにアルミニウムを使用してこの欠点を補っている。これらを呼びたの処置により、M54 エンジンより 10kg 軽量化された。161kg の総重量は6。 人エンジンの中で世界最軽量であった。さらに第二世代のバルブトロニックが採用された。また世界初の電動ウォーターポンプが採用され、エンジンの冷却需要に応じた回転数に制御された。しかし、この電動ウォーターポンプが故障してオーバーヒートするという症状も頻発した。オイルポンプも可変容量式となった。N52 エンジンは1シリーズ、 3シリーズ、5シリーズ、6シリーズ、Z4、X3、X5 などに搭載された。また、日本には、正規輸入されなかったが、N52 エンジンを搭載する7シリーズも存在する。N52 エンジンの後継は、N53 エンジンであるが、北アメリカとオーストラリア、マレーシアでは、燃料中の陽成分が多いことから、N53、N53 エンジンは長らく、 日本導入が見送られてきたが、2010年7月より3シリーズに搭載された車両の正規輸入が開始された。エンジン正面 N52 バイト 25N52 バイト30。ありがとうございます。